沖縄本島の南西約700キロ、九州とほぼ同じ大きさの美しい島、それこそが台湾。この島には富士山に肩を並べるほどの高い山や、どこまでも青いサンゴ礁の海があります。そして豊かな大自然にあふれているだけではなく、さまざまな民族によるおいしい食べ物や独特の文化に満ちています。皆さんは台湾についてさらに知りたいと思いませんか？今から一緒にこの島の素晴らしさを探求してみましょう。台湾旅手帳をご覧の皆様、こんにちは。台湾に住んで20数年、台湾現地のツアーガイドの仕事をしている佐藤仁です。この番組台湾旅手帳ではナビゲーターを務めさせていただいています。さて、今回の台湾旅手帳では台湾の海岸線にスポットを当てて紹介していきたいと思います。台湾は標高3000メートルを超える山が200座以上ある高山国として知られていますが、その一方で四方を海に囲まれた島国でもあるので、海岸の風景も非常にバラエティに富んでいます。台湾の海岸は砂浜やサンゴ礁、そしてマングローブ林などがあり、その場所ごとに独特な素晴らしい自然の景観を持っています。また古くより漁業が発達しており、台湾近海ではさまざまな海産物を取ることができるため、台湾料理にも魚介類が数多く使われています。例えば台南のミルクフィッシュを使ったおかゆ、カギの牡蠣を使った牡蠣のオムレツ、東高のマグロの刺身、東北海岸のウニ料理などは台湾を訪れる際には欠かすことができないグルメですね。そして海岸沿いの町には数多くの漁港があり、これらの町には航海の安全を祈って媽祖という神様を祀るカラフルなお宮が建てられているのも台湾の海洋文化の一つでしょう。今回の台湾旅手帳ではこういった台湾をぐるっと一周取り巻く海岸線の景色やその文化を紹介していきたいと思います。題して台湾の海岸風景、最後までお楽しみください。私たちの暮らしている台湾島は四方を海に囲まれ、特殊な地質の岩礁や不思議な形をした海岸がたくさんあります。サンゴ礁、海食堂、潮の満ち引きのある砂浜、砂丘、そして石湖などの多様性にあふれた海岸は台湾の海岸線の種類を一層豊富なものにしています。今回の台湾の海岸を空から眺めるシリーズでは、台湾の海岸風景と題して、台湾の周囲1000キロにも及ぶ海岸線の変化に満ちた風景を紹介します。空中や地上からの撮影により、台湾の美しさを堪能してみてください。そして台湾の東西南北各地に異なる種類の海岸線が形成された様子も同時に知ることができるでしょう。特に空中からの台湾の各海岸線の美しさを見るとき、台湾は本当に美しい島であり、その美しさを大切にしたいと思うことでしょう。台湾島の面積はたった35,000平方キロメートルですが、四方を海に囲まれている関係で海岸線は1139キロメートルにも及び、
土地の面積と海岸の比率の近さで言えば世界でも稀に見る島であると言えます。まずは台湾島が形成された過程について学んでみましょう。およそ1億年ほど前、太平洋プレートがユーラシアプレートに沈んでいき、アジア東部、中国の東南部や日本一帯で大規模な火山噴火が起こりました。ちょうどユーラシアプレートの端の大陸棚状にあった台湾は、古い太平洋プレートの強い押し出しにより、その上に堆積していた地質が隆起して、最初の台湾島が形成されました。そしておよそ600万年ほど前にフィリピン海プレート西側にあるルソン島湖の北端、すなわち現在の台湾島付近がユーラシアプレートの端に衝突を始めました。この時のプレートの衝突は台湾付近の大陸棚上にあった沈積岩層や火山島湖の押し出しや隆起を引き起こし、南側から北側に向かって徐々に海面からせり上がり、現在の台湾島が形成されたのです。地質学者たちはこの時の火山島湖とユーラシアプレートの衝突により台湾に多くのシワを持つ山脈が作られた運動を蓬莱運動と呼んでいます。この時から台湾島は太平洋上に浮かび上がってきたのです。台湾の大部分はユーラシアプレートに属しており、わずか島の東部の長細い海岸山脈や東南部の太平洋上に位置する緑島、蘭州の2つの小島のみがフィリピン海プレートに属しています。この2つのプレートが衝突した接点となっている場所が現在のカレンから台東にかけての下等重国なのです。プレートの衝突は台湾東部の海岸や断崖など特殊な風景を作り出しました。そして異なる性質の岩やその構造は台湾北部の岬の地形も作り上げたのです。台湾の西部には平均水深100メートルの台湾海峡が広がっており、東側の太平洋には深い海底に向かう急な斜面が水深4000メートル以上にまで続いています。台湾の周囲には13の小島や台湾海峡の真ん中に位置する澎湖諸島があります。台湾は楕円形のさつまいものような形をしており、南北は 385km、 東西は 143km に及びます。